久保建英キレッキレのソシエダ、なんとバルセロナ相手に勝利きた。ラリーガ第13節でソシエダは首位のバルセロナに1-0で勝利し今季初の2連勝。久保建英はフル出場して何度もチャンスを作り、2試合連続のマッチ MVP に輝いた。なお、バルセロナは今季初の完封負けで2敗目となった。ソシエダ最強。ソシエダ最強。バルセロナはヤマルいないと攻めて2角感じするな。極端に弱くなると思う。でもこれでソシエダ負けても仕方ねえよな。決定機外しすぎやろ。今季のソシエダ終わってると思ったら普通に強いな。てかソシエダあんなに調子悪くてバルサこんなに調子いいのになんで。今日はセカンドボールとかこぼれ球がバルサの方に来ない。ラレアルのポジショニングがいいんだろうけど。いやいい試合でしたわ。ソシエダはここから浮上のきっかけをつかめそう。なんかバルセロナは明らかに制裁を欠いてたな。過密日程で集中力や体力影響が出てるのか知らないけど。ソシエダのプレス強度が高かったしバルサは決定機外しまくるし、バルサは負けるべくして負けた試合だと思うよ。久保はドリブルで何度も決定機を作りながら終盤は守備に奔走して間違いなく勝ちに貢献した一人。エースとしてふさわしい活躍だったわ。久保しっかり MOM 取ってるのがすげえわ。試合後ガビとユニ交換してるのも嬉しいね。久保マジで上手すぎないか？早くステップアップしてほしいわ。